はい、こちらです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今年のシリーズ2解禁が、おそらくですね、ミキサー終了日の8月30日というところで、シリーズ2解禁まで、残り1ヶ月になったというところで、今回の動画はシリーズ2解禁から年末までの目玉ガチャ紹介、さらに、無課金の方は結論どこにエナジー使った方がいいのか、どこのガチャを、どのガチャを引けばいいのかというところまで紹介していこうかなと思いますので、ぜひシリーズ2にどんな目玉ガチャが登場するのか気になるよと思っている方や、シリーズ2解禁楽しみだよと思っている方はこの動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったお分かりだったと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、シリーズ2解禁から年末までの目玉ガチャ紹介していこうかなと思います。で、その各ガチャごとに溜まるエナジー数も紹介していこうかなと思いますので、ぜひですね、どのガチャ引こうか迷っている方は参考にしていただければなと思います。まずシリーズ2解禁一発目、9月一つ目の目玉ガチャとしては、ワールドスターの第1弾がですね、昨年は9月1日、シリーズ2解禁と同時に追加されておりました。なのでおそらくですね、今年は8月30日にシリーズ2が解禁されるということで、ワールドスター第1弾もですね、8月30日シリーズ2解禁と同時のタイミングで登場してくるのかなと思っています。で、このガチャまでに今から貯まるエナジー数としては、約1000エナジーは今からでも貯まるのかなと思っています。で、このワールドスターセレクションは、長くやっている方ならわかるかと思うんですが、現役日本人メジャーリーガーの方々が、登場するような特別なガチャとなっております。なので今年の場合ですね、対象選手が過去最多となっておりまして、全員が登場した場合、この13選手がですね、対象選手となっております。で、中でも今年はリアタイ的に強い選手がですね、多く対象選手になっておりまして、新規対象での目玉選手でいうと、山本由伸選手だったり松井裕樹選手で、既存の対象の中での目玉選手でいうと、大会では必須級と言われている、藤波選手、さらに吉田正尚選手だったり大谷選手、投手バージョン、打者バージョンだったり、本当に今年のワールドスターはですね、かなり強い選手が多く対象選手にいるというところで、無課金の方でも勝負する価値があるガチャになっているのかなと思っています。で、そんなワールドスターのガチャ形式としては、毎年このガチャ形式、30連目が通常の S ランク選手確定で、60連目がワールドスターの S ランク選手確定というところで、自チーム確定などはないんですが、基本的にこのワールドスターシリーズはですね、今年は13選手が対象なので、おそらく3人、3人、3人、4人の、4段構成で開催されるのかなというところがあるので、ワールドスター1段では、狙い選手が1人の場合3分の1、33% の確率で狙い撃つことができるということで、このワールドスターはですね、無課金の方でも、勝負する価値があるガチャに今年はなっているのかなと思っています。で、続いて9月2つ目の目玉ガチャが OB 第1弾が、昨年はですね、9月29日から開催されておりました。で、このガチャまでに今から貯まるエナジー数としては、約2000エナジーぐらいは貯まるのかなと思っています。で、この OB シリーズはですね、シリーズ1で言うと TS シリーズと、似たような特別リアリティになっているんですが、登場対象選手というところが変わりまして、TS の場合、現役監督コーチなどの NPB 内の方々が対象選手になっているんですが、OB の場合、解説者や野球評論家など、NPB 外のレジェンドの方々が対象選手になっており、おのずとですね、対象選手が多いというところで、TS シリーズよりですね、豪華に、毎年豪華な選手たちが、登場するような特別リアリティとなっております。で、そんな OB 第1弾のガチャ形式についてなんですが、こちらに関してはですね、30連目 OB 第1弾の S ランク確定の、自チーム確定などがないガチャ形式というところで、OB 第1弾はですね、ガチャを引くのはそこまでおすすめにはなっていないんですが、TS シリーズ同様にですね、毎回ランキングイベントが同時に開催されまして、そのランキングイベントでは約1000から1500エナジーを使えば、ランキング報酬のですね、選択 S ラン契約書を獲得することができるということで、 OB 第1弾はですね、ガチャを引くというよりかは、ランキングイベントにエナジー使うのは、かなりおすすめなのかなと思っています。で、続いて10月ですね、10月1つ目の目玉ガチャが、去年はですね、コラボセレクション、ダルビッシュセレクションが10月25日から開催されておりました。で、このガチャまでに溜まるエナジー数としては、約ですね、2800エナジーぐらいは、去年と同じ開催スケジュールだった場合は溜まるのかなと
と思ってます。で、この10月末のタイミングはですね、プロスピの周年のタイミング、まあ、アニバーサリーのタイミングになってますので、まあ、今年はですね、このダルビッシュセレクションのところが、まあ、大谷セレクションとかに変わって、まあ、登場してくる、まあ、大谷セレクションが10月末に開催される可能性、かなり個人的には高いんじゃないかなと思っています。で、そんなコラボセレクションのガチャ形式としては、毎年ですね、30連目、60連目、90連目が、そのコラボセレクションの S ランク選手確定の、まあ、この自チーム確定などはないガチャ形式で毎年開催されております。まあ、ですが、その救済措置として、まあ、そのセレクションの S ランク選手5人を投入することで、まあ、1選手好きな選手を獲得することができる、まあ、セレクトミキサーも毎回同時に開催されているというところで、まあ、このコラボセレクション、まあ、今年の場合、大谷セレクションなどが、まあ、10月末に開催された場合、まあ、ラインナップ次第では、まあ、無課金の方でも勝負する価値があるガチャに上がってくるのかなと思っています。で、続いて11月ですね。11月一発目の目玉ガチャとしては、アニバーサリー第1弾、2弾が、去年は1弾が11月の2日から、で、2弾が11月の9日から開催されておりました。で、このガチャまでに貯まるエナジー数としては、まあ、約ですね、3000エナジーは今からでも貯まるのかなと思っています。で、このアニバーサリーに登場する選手は、8月末頃に毎年開催される、アニバーサリー選抜総選挙というイベントで、ユーザー間投票で選ばれた選手たちが登場する特別リアリティというところで、まあ、本当に毎年ですね、まあ、人気の選手だったり、ゲーム的に強い選手しか、まあ、登場しないような特別リアリティとなっております。で、さらにガチャ形式としても、毎年ですね、30連目がアニバーサリーアニバーサリーの S ランク選手確定で、60連目が自チームアニバーサリーの S ランク選手確定の、まあ、60連目自チーム確定ありのガチャ形式というところで、このアニバーサリー1弾2弾はですね、まあ、選出選手にもよるんですが、まあ、無課金の方に、まあ、一番おすすめと言ってもいいようなガチャに今年も上がってくるのかなと思っています、まあ、ですが1点注意点としては、まあ、先日まで開催されていたプロスピセレクション1弾2弾に登場した選手は、このアニバーサリー選抜総選挙というイベントでは、まあ、選べないアニバーサリーには登場しないような、まあ、選手になっているというところで、まあ、今年の場合ですね、まあ、例を挙げると柳田悠岐選手だったり、まあ、村上宗隆選手などはですね、アニバーサリーに残念ながら登場しないような選手になっております。で、続いて11月2つ目の目玉ガチャが、周年記念の選択契約書付き福袋が、去年の場合は11月16日から開催されておりました。で、このガチャまでに今から貯まるエナジー数としては約3400エナジーぐらいは、まあ、今から貯まるのかなと思っています。で、この周年記念のですね、選択契約書付き福袋のガチャ形式は毎年このようになっておりまして、50連目が S ランク選手は確定していないんですが、まあ、引くだけで、まあ、選択契約書という通常の S ランク選手の中から好きな選手を獲得することができる、好きな選手を1選手獲得することができる、まあ、本当に激アツな契約書を獲得できるというところで、まあ、通常選手でどうしても欲しい選手がいるという方には、まあ、本当にかなりおすすめなガチャになっております。で、続いて11月3つ目の特別リアリティがですね、 OB 第2弾が昨年はですね、11月28日から開催されておりました。このガチャまでに今から貯まるエナジー数としては、まあ、約ですね、3800エナジーぐらいは今からでも貯まるのかなと思っております。で、この OB 第2弾もですね、 OB 第1弾同様に、まあ、かなりですね、豪華ラインナップで開催される段にはなっているんですが、まあ、ガチャ形式も OB 第1弾同様の30連目が OB 第2弾の S ランク選手確定の、まあ、自チーム確定などがないガチャ形式というところで、 OB 第2弾もですね、 OB 第1弾同様に、まあ、ガチャを回すよりかは、まあ、ランキングイベント周回にエナジー使うのがおすすめの段になっているのかなと思っています。で、最後12月ですね。12月1つ目の目玉ガチャが、ワールドスター第2弾がですね、昨年は12月15日から開催されておりました。で、今からこのガチャまでに貯まるエナジー数としては約4200エナジーぐらいは今からでも貯まるのかなと思っています。で、このワールドスター2弾も登場対象選手としては、まあ、1弾同様の今年の場合は最大だと13選手、で、ガチャ形式としても1弾同様の30連目が通常の S ランク選手確定で、60連目がワールドスターの S ランク選手確定というところで、まあ、自チーム確定などはないんですが、まあ、おそらく3分の1で、まあ、狙い選手を狙い打てるというところで、まあ、登場ラインナップ次第では無課金の方にもおすすめなガチャになっているかなと思っています。で、続いて12月2つ目の目玉ガチャとしては、昨年はですね、 OB 第3弾が特別バージョンで12月29日から開催されておりました。で、このガチャまでに貯まるエナジー数としては約4600エナジーぐらいは今からでも貯まるのかなと思っています。はい、昨年はですね、 OB 第3弾が特別バージョンで開催されていたんですが、まあ、一昨年、まあ、2年前はですね、コラボセレクションが、まあ、この12月
月の末のタイミングで開催されていたというところで、まあ今年もですね、まあ OB 第3弾が、まあ豪華なバージョンで開催されるか、まあコラボセレクション、まあ例えば里崎さんとのコラボセレクションがついに実現するかの、まあ2択になってくるのかなと思っております。で、この年末の特別バージョンの OB 第3弾のガチャ形式としては、30連目、60連目、90連目が OB 第3弾の S ランク選手確定の、まあいわゆるですね、セレクションのガチャ形式になっていたというところで、まあこのガチャ形式で、まあ今年もですね、OB 第3弾が、まあ年末に開催された場合は、まあ引く価値は高いガチャになっているのかなと思っています。で、最後、12月3つ目の目玉ガチャが、正月福袋がですね、昨年は12月の31日から開催されておりました。で、このガチャまでに貯まるエナジー数としては、約4700エナジーぐらいは貯まるのかなと思っています。で、この正月福袋のですね、ガチャ形式はかなりの神ガチャ形式になっておりまして、10連目から70連目まで全て S ランク選手確定。で、さらに50連目は昨年の場合は OB 第3弾の S ランク選手確定。で、さらに S ランクが出たら 30% の確率で OB 第3弾の S ランクが当たるというところで、まあ、特にこの正月福袋はですね、まあ、S ランクが欲しい方だったり、まあ、始めたてのマム課金の方に、まあ、一番おすすめなガチャに上がってくるのかなと思っております。ということで、まあ、シリーズ2解禁から今年の年末までの目玉ガチャ紹介していったんですが、まあ、結論無課金の方は、まあ、どのガチャにエナジー使うべきなのか、まあ、どのガチャを引くべきなのかというところなんですが、まず無課金で始めたての方におすすめなガチャランキングとしては、まあ、このトップ3になってくるのかなと思っています。やはりですね、まあ、今でも、まあ、無課金で始めたての方は、まあ、やっぱり限界突破がしやすい通常の、まあ、現役選手を集めるのが最優先になってくるのかなというところがありますので、まあ、やはり無課金で始めたての方はですね、まあ、OB だったりワールドスターよりも、まあ、アニバーサリーだったり選択契約書付き福袋にですね、まあ、エナジー使うのが無難な選択になってくるんじゃないかなと思っております。で、続いて無課金だが、まあ、結構長いことプロスペースをやっていて、まあ、オーダーが結構仕上がっているリアタイ勢の方におすすめなガチャランキングトップ3としては、まあ、このランキングになってくるのかなと思っています。はい、やはりですね、まあ、リアタイやっていると分かるところなんですが、まあ、リアタイ勝つにはですね、ワールドスターの選手だったり、OB の選手、まあ、より現役選手より能力の高い選手をですね、まあ、いかに集めることができるかというところが、まあ、本当に重要になってくるかなと思いますので、まあ、結構オーダーが仕上がってるリアタイ勢の方はですね、やっぱり、ワールドスターだったり、OB の方が優先度が高いのかなと思っています。で、ぜひですね、コメントの方で皆さんが、まあ、シリーズ2で楽しみなガチャだったり、まあ、皆さんはどのガチャ引こうと思っているよ、など、まあ、ぜひコメントで気軽に教えていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりさせたと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。